ジョージ5世と帝国会議の首相たち前列左りより、ボールドウィンエ首相、ジョージ5世、キングカ首相後列左より、モンローニューファンドランド首相、コーツ、ニュージーランド首相、ブルース・ゴー首相、ヘルツオーク南アフリカ連邦首相、コスグレーブアイルランド自由国首相、バルフォア報告書は、イギリス帝国の首脳がロンドンに集まった1926年の帝国会議の産物である。 これによって、イギリス本国と自治領との関係が新しく定義された。名称は、バルフォア博、アーサー・バルフォア数密院議長の名による。バルフォア報告書は、イギリスと自治領の関係について、次のように定義した。これらは、イギリス帝国における自立した共同体であり、同等の地位を有し、内政においても外交においても互いに、いかなる従属関係にもないが、 とはいえ、王冠に対する共通の中性によって結束し、また、イギリス連邦を構成する諸国として自由な意志によって結合しているのである。この報告書は、第一次世界大戦以後における自治領の政治的、外交的独立の成長を是認するものである。また自治領における事実上の原主として、君主を代行していた総督の役割についても、 もはや自治領との外交関係において、イギリス政府を自動的に代表するべきではない、と勧告していた。これを受けて、イギリス政府は自治領に対して、総督とは別に、高等弁務官を任命するようになった。カナダに対する最初のイギリス高等弁務官が任命されたのは1928年のことである。また、カナダの側も、こうしたバルフォア定義によって得た。 外交自主権によって1927年にワシントン DC28 年にパリ29年に東京に公使館を開設した。1926年の帝国首相会議の結論は1930年にも再び宣言され、1931年12月のウェストミンスター憲章として成分化された。こうしてイギリス議会は法によって 特に与えられた事項を除いて、自治領の問題には、どのような立法権限も放棄することになった。本報告書はもともと、南アフリカ連邦のジェームズ・ヘルツォーク首相とカナダのマッケンジー・キング首相によって提案されたものである。それをバルフォアが議長を務める帝国内関係委員会が取りまとめ、帝国各国の首脳の承認のも九1926年11月15日に、 発表されたのであった。ありがとうございます。